どうもこんにちは。遠かった。こちらはですね、門真市駅ですね。こちらでは京阪の入り口になっておりまして、そうです。なんか真ん中いろいろなんか作ってますけど、あれなんかできるんですかね。なんか駅前のなんかちょっとオブジェができるかもしれないですね。はい、こちらですね、改めまして、こちらがモノレールの駅になってまして、私は今日は京阪で来ましたね。はい、京橋から京阪電車乗れるのでそれで来ましたけどもね。で、本日はどこに今から向かうのかと言いますと、今回は町の田んぼではなくてですね、ちょっとある場所に今から向かいたいなと思います。あ、門真市といえば、まあれだろうっていうピンと来てる方はいるかもしれないんですけども、まあ、今日は別に爆買いはしないよ。一人暮らしなんでね、そんな別に量買ってもしょうがないんで、何かいるものがあればね、それを買えたらなと思いますけども、ちょっと自分も今日初めて行くので、誰ですか。なかなかね、ちょっと交通量がね、ここの道路は多いので、これはあれですかね、あれですよね、モノレールのところ、あの道路ですよね。ここはなかなかいつも交通量が多いし、まあ、こっちは高速なんですけども、はい、結構思ったより中央環状線ですよ。中央環状線です、名前がちょっと今出てこなかったんですよね。そう、こっちは門真市公民館をさらに越えて、案外なんか思ったより歩くな。ここの道横断できなくて、地下道がありまして、地下道を通っていかないといけなかったんですよ。ちょっと七面倒いことになりましたね。今回の目的地ではないんですけど、今目の前に見えてます結構でかい建物がですね、こちらがララポート門真、三井アウトレットパークですね。こちら、つい最近、まあ、建て替えというか、まあ、ララポートの名前がついたのはつい最近なんですけども、もともとその三井アウトレットパークという名前でやってまして、もともとはね、もうさらに前で言うとね、ブロッサムという名前でこういうアウトレットモールがねあったんですけども、形自体も完全に変わっちゃいましたね、これね。ちなみにこちらですけども、以前はブロッサムという名前でして、平成元年かな、平成元年に、大阪の、門真市ではないんだか、あの大阪の鶴見緑地というところで、花の博覧会というのが、ありまして、その影響で、ブロッサムもできたわけなんですけども、もともとはですね、ブロッサムということで、花の形をしてたんですね。花びらのような、建物の形をしてたんですけども、そのなんかこう中央部分になんかめしべのように、分かりにくいな、なんかタワーみたいなね、なんか建てたんですけども、あれがねちょっとなんていうのかな、うまいこと説明できないんですけども、なんかフリーフォールではないのかな、なんかフリーフォールみたいな遊園地のパラシュート型のゴンドラに乗って、なんかそのタワーの一番てっぺんまで登って、でそのままシューってこう落ちていくようななんかアトラクションがあったんですけどね、あれ乗りましたけどね、子供の頃に。ここですね、今日来たかったんですけども、はい、コストコ門真店見えますかね。中にこうやってガソリンスタンドまで併設されてる。して、
というわけで会員登録も無事に終わりまして、うん、このままちょっと今から買い物したいですね、せっかくなんで。はい、これ上がっていくんですね。すごいですね、なんかマリオカートのココナッツモールみたいな感じですよね。ちょっとまあカート持ってる人多いけど、カートを持ってる人が多いけど、まあ、僕は今日は別にもうカートを持っていくほどでもないかなと思って手ぶらで来てるんですけど、先ほどのは駐車場に通じる道でしたね。というわけでこちらが店内になりますと。はい、なんか先ほど噂をすればマリオカートみたいな感じですね。もちろんおもちゃコーナーです。怖いやん顔がという声がありましたけども、怖いですね。入り口付近は、おもちゃとこういう家電系の時計とか貴金属も売ってたりして、結構ね、なんか店内撮影していいもんかどうかがちょっとわからんので、ある程度ちょっと気をつけながら撮りますけどね。じゃあお菓子コーナー、でも箱買いそばですね。基本的に大容量なんですね。まあなんかあんまりよく知らない海外のお菓子が多いですね、うん、スーパービッグ、こんなでっかいやつ初めて見ましたけどね。やっぱりカルビーやるやんっていう。なんかもうスプラトゥーンやん、このポテトチップスの渦潮、海苔塩、コンソメどれがいいですかみたいな、フェスのあれみたいな、プリングルズもあったりして、こんなんも見たことないですよね、海外のポテトチップス。まあその全体的なあれとして、これらを買いたいかと言われるとそうでもないんだな。衣類も売ってるっていう。これは結構これからの季節のやつですね。ワインコーナー、まあ、こっちはお酒が多いね、お酒ゾーンかな。うん、すごい品数が豊富ですね。この辺もまあ、これも缶ビールとかか、缶ジュースとかがのなんか箱売りみたいなね。このインテリアコーナーですね。で、多分一番メインのコーナーであると思われる生鮮食品とかお惣菜のコーナーですね、うん、こういうところで作ってるんですね。もうあ、ティラミスとかケーキとか、うん、すごいパンいっぱい入ってるやつ。なんかちょっとハロウィンということで、こちらちょっとクリスマスか。ちなみにこれも売り物なんですね。これとか、うわうわうわ、すごすぎる、まあ、クリスマスコーナーみたいな感じですかね、まあ、クリスマスというにはまだちょっと先の話にはなるんですけどね。言うてハロウィンもまだやからね。全部サーモンっていう。これはあれかな、はい、伊勢海老がね、丸々一匹。先ほどですね、なめろう安いよっていう、まあ、僕もなめろうを買ったんで、秋のなめろうを買ったんですけど、なんかそのなめろう安いよというそのパワーワード、
先から全体的に思うのがさ、そんなにいらんねんっていう、うん、いちいち全部山盛りやねんな。あ、美味しそうやねんけどな。ただなんかこうめちゃくちゃ一人で食べきれる量じゃないし、それにこの値段払えるかっていう。ローストチキンね、これ買おうかな、うん、これはローストチキンはなんか一人で食えそう。ちょっと商品をね今いろいろ手に持ってしまっているので、割と今ちょっと両手が塞がってしまっているので、撮影自体は一旦ここでストップしてね、後でまたちょっと、買ったものを紹介したいと思います。では一旦さようなら。はい、戻ってきましたよ。とりあえず今日はこの2点を、あちらで購入してきました。はい。まずこちらですね。アジのなめろう。1299円と、こちらですね。見えますかね。ローストチキン1羽丸ごと。これがですね、890円ぐらいかな。ちょっと、正式な値段を忘れましたけども。比較的この2つがね、割とね、安く買えたんで、はい。これを今日、そうですね。今からこのローストチキンは、食べます。今日の1羽丸ごと食べます。これはね、ちょっとまた、多いんで、まあ何日かに分けて食べていこうかなと。まあ生もんなのでね、あんまりゆっくりは食べてられないんですけどもね。はいはい。まあとにかくちょっとまあ、やっぱり一人暮らし向けではなかったですかね。はい。まあとりあえず、ある程度まあ安く買い物ができたので、まあ大体2100円ぐらいでね今回終われたので良かったのかなと思ってます。はい。ではまあちょっといまいちね、あのお店の、状況っていうのはちゃんとお伝えできなかったかもしれないですけども、ありがとうございました。ではさようなら。